さあ間もなくゴングを迎えます。さあ今ゴングを迎えました。西岡と押明初防衛戦、今ゴングが鳴りました。まずスーッと両者リングの中央に行きました。まず前に出てきて左を軽く2つ出し、左下の方に流れる形になった。ボディを出していきます。おわさんとにかくね、ゴワー取り頭からこう突っ込んでくる。ました、ダルシャーもこれ見合ってたらこれ勝負になりませんから出てきますね。分かってますね、はい、ちらんとからね出てきますね。そうですね、わー食いしばって出てくる、食いしばって出てくる。ボディはガルシアだ、右のボディガルシア、右下から見る、引いた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 、フラッときた、いやガルシアがフラッときました。さあ頭がやっぱ当たりますね、脇の間に頭を挟んでいきます。ナイトさん、はい、しかしこのガルシアも何かこのしぶとさというのは感じますよね。あとやりにくいそうですね、これね、そうですね、頭も低いし、あの長谷川穂積選手が最も自分を苦しめたと言わしめた男です。ちょっとこの距離はね、はい、ガルシアの距離になってます ね、 今ね、もう付き合うようにこの前進してくるガルシア、闘牛みたいですね。そうですね、それをまたどう見る、西岡の右ふらっと行きました、うん、エルボーブロック、あのディフェンスしたいですね、はい、おお一人、西岡の一人、ガルシアの体が流れます。ガルシアもちょっと苦しい表情が見えてきてるか、頭から入ってくるからな、左アッパーがね、そろそろ欲しいと思います、はい、2ラウンドにいい感覚、ダメージストレート、やりそう、これがもらった、これがもらった、前に出てくる、まるで闘牛士と、そして闘牛士、左アッパー、左アッパーだ、すげえな、これが西岡のつかみだった、2発目、西岡、うめえな、まさに今の、残り10秒切りました、第4ラウンド、このラウンドに西岡が強烈な左アッパーでダウンを奪っています。第4ラウンドが終了ですか、ね、ただこの後のしぶとさをせっかくのダウン奪いましたからね。そうですね、バンタム級の、ね、はい、大チャンピオンの長谷川選手のトリガッジはダメージを与えてくるんですね。おお、引いた引いたのに初段、まあ、そうですね、あのボディで集中して、はい、最後上返すとかね、してきそうですよ、これ、はい、おっと、ショート右、ショート右、汗が飛び散る、格闘技高専に飛び散りました。はい、こういうのがちょっと不要にもらった、ワンツー、西岡ら、おっと、ガルシアもパンチを返してくる、西岡もらった、これはね、でも強いパンチではないんですけど、ただこのね、パンチ当てられるとですね、ちょっとね、動揺、メキシコの31歳アマチュア経験が豊富の逆にね、こう短期差ね、はい、当ててますから、はい、今のポイントは、止めて強いボディですね、はい、そのパンチ狙ってますよね、少し技、はい、足を止めるようなシーンが、ね、出てきました、まあ、はい、チャンスがあればのスーパーバンタム級で日本の世界チャンピオンは防衛を果たしたことがありません。はい、左アッパー、今も止めてね、西岡選手も一発で倒す左アッパーですね、それを狙ってます今ね、また足を止めるぞ、西岡が足を止める、勝負に行くのか、勝負に行くのか、左ストレート、渡辺も捉え始めた、西岡パンチ、ガルシアも出てくる、アッパーから左にボディ、右のストレート、おお、左、西岡が持っていかれた、オーケー、いやもう何度打たれても出てくるが、西岡のパンチも顔面を捉えています、おー、左、波乱パチラを重ねていきます、西岡選手完全に、そしてこのしぶとさが持ち味、ウナルガルシア、おお、強烈だ、ここは頭をつける、右肩をつける、アッパーは出るか、おっと先にアッパーを出す、ガルシアだ、ラスボディを返していく、ボディ頭怖いですね、左アッパー、左アッパー、これです、これです、西岡の左アッパーです、うん、西岡の口が開いてきた、西岡の口が開いてきた、そろそろ苦しい時間帯かもしれない、ただね、このガルシア選手のようなタイプにですね、スタミナ切れると非常に厄介なことになるんですよね、そうですね、ですからこれ決めるときはもう決めた方がいいんですよね、はい、あの前回のナパーポン戦もちょっとありますか、はい、出てきますからね、いや後ろのことがほとんどないですからね、そのままいったらまた左アッパー、強烈だ、一発ある選手だけに怖いですからね、一発もらうとね、だからあのラファエル・マイケスをも2ラウンドノックアウトという経歴を持つんです、あの長谷川穂積をも最も苦しめた男、やった、ダウンを奪った、このダウンでショートで打ち抜いた、テンプラ入りましたね、行ってほしいな、ゴーだな、そういった、西岡走っていく、左ストレート、あー、ザ・トスチャンスは西
でしょうか。チャンスは決めるか、中野となるか。大球ラウンド西畑くれ、左アップ西畑返してくれ、しぶとい。なんだこの男は。さあ西岡は決めたぞ。ぜひ打ってきますね、ガルシアね。西岡の顔が変わった、真の表情に変わった、鬼の西岡が出てきた。残り2枚に出てくる、ダウンを2つ奪われているんです、このガルシア。まるであの長谷川穂積戦と同じようにあれば左ストレートって感じの今展開を取ってたんで、変えましたね、はい、今ね、はい、右へステップしたり左へステップしたり聞いてんですよね、はい、また足を止めていきます、はい、突進が止まんない。入ってる、パンチ入ってる、パンチ入ってます。入ってるけど効かない、なかなか倒れない。2つダウンを知性の男だと思えない、このガルシア。右アッパーもらった、西岡もらった、西岡ガードしてる、西岡ガードしてる、下がる下がる下がる、怖いですね、 いやー25秒を切りました。第10ラウンド誘ってますよ、倒れるな、まだ取れない。西岡選手は今フェイントかけてね、オーバーハンドの残すラウンドはあと2つ。しかし西岡には左があります。右で相手を突き放す、まあね、あの自分のリードパンチを打てないとですね、足がね使うリズムがちょっとね難しいんですね。左のパラ、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 痛めてる。右のコミッション、こっちを出していきます。いい打ち合いだ、いい打ち合いですね。足を止めたぞ、また足を止めた、負けんな。ガルシアも出してくる、左のアッパーは西岡だ、左だ西岡の左、左だぞ、左足が止まった、ガルシアの動きが止まった。西岡チャンスだ、西岡チャンスだ、もういいしね、この怒り行ったもいいしね、西岡選手ね、返される、ガルシアも来る、倒れるぐらいなら前に突っ込んでくれたガルシアです。体を寄せてきました、これ行ってほしいですね、ガルシアの足を突っ込みます。さあ西岡、右手が使えなくても左手がある。いや試練の発動衛星、オッケー、もう行きな、ストップ、左のアッパーだ、もう一発、もう一発、もう一発、イエーイ、ストレート欲しいですね、うん、右で押して、ああもらった、ああもらった、西岡すごいですね、ガルシア足を止めた、足を止めた、西岡の本能が足を止める、もう少し止まりますよ、食いしばる、西岡食いしばる、ね、これがチャンピオンになった西岡の戦いだ。ガルシアも出てくる、西岡も疲れた、西岡も疲れた、ガルシアも疲れた。まあ、でも左ありますからね、はい、左ストレートバチに決めてほしいですけどね。第11ラウンドは残り1分です。アッパーでもいい、あーここからカープ、ここから決める、左アッパーが入ったぞ、あとで一発で言いればね、はい、今みたいにね、はい、ガルシアの動きがゆっくりになってきたぞ。左アッパーから右を出してきたガルシアです。もうちょっと止まるんだけどね、左や軽い左を腹っ柱へ叩き込んでいきました。一発もらった、シアロンか、バリがすごいですね、なんという強靭な精神力でしょうか。本当あの根性は見習うところありますよ。西岡試練の発動衛星、試練の発動衛星、おーっと、おーおーおー、西岡もらってるぞ、蘇ってきたぞ、西岡ブレイク、いやー大翔平選手ちょっと疲れた、今下がりましたね、はい、ちょっと下がりましたね。この表情で前に出てくるこのガルシアです。本当飛び込みながら左アッパー、左アッパーもらった、西岡ももらっている、西岡、あー右アッパーもらった、いやー右アッパーももらっています。西岡も返していく、お次は手で返していきます。ここはセーバックかわしたところ、第10位西岡、さあ第10位ラウンドです。気合が入りました内藤さん、はい、西岡の気合が入りましたよ。そうですね、いやー本当このラウンドぜひ仕留めてほしいですね。チャンピオンがこの気合を入れました。頭から来ないんですね、あいいよ、また受けて立つのを取る西岡、第12ラウンドです。左の前に出していく、右は痛いかもしれません、しかし左やります、いや右が壊れてもいい、内藤さん、はい、もうそれぐらいに思ってますよね西岡ね。そうですね、気迫を感じます。あのインターバルの返事は西岡の気持ちの表れです。クールだった男が、綺麗に戦うことだけを目指した男がこんな戦いを見せるようになったんです。ナイスアッパー、アッパーが入った、アッパーが入った、リバーついてる、